よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よくある、まあ、サドシキリンパケアではちゃんと筋肉を緩めてから、その後、スーパーリフトアップとかやっていくんですけども、よくあるその、リフトアップは、下から上にこう、上げますよねって話なんですよ。下から上に。いいですよ、当然。下から上に上げる。で、まあ、例えばベッドメイキングをするときに、皆さん下から上にこうやって、ね、上げるかって話ですよ。で、この皮膚と筋肉と脂肪、人間の体っていうのは深いところに、こういう広筋とか太い筋肉があって、その上に表情筋が乗っかっていって、で、その上に脂肪があって、脂肪があって、その上にまた皮膚がついてるわけですね。まあこっち奥が、まあいわゆる深層筋、これ咀嚼筋です。太い、ここの皆さんが噛むとクッククックって動く咀嚼筋があって、例えばこめかみなんていうのは、このこめかみ触ってもらって、グッグッてやるとピクピクって動く、この側頭筋とかね。これで顔の形ができてるわけですよ。本来はここに骨があって、顎の骨があって、それをつないでる。これ骨が、この筋肉が少なくなると、この方がこけるわけですよ。年取ってくると、今度この方がこけるながら縮むから、頬骨が出てきたり、エラが出てきたり、こめかみがへこんだりってことが起こる。それに対して、みんな、こう、これが中から収縮するから、外側のこの脂肪が、ブニョンって垂れるわけですね。わかりますね。こういうところで垂れると。で、皮膚がたるむっていう形で、シーツがシワシワになるっていう感じになってしまう。で、ベッドメイキングで言えば、ベッドがあって、マットレスがあって、マットレスの上に、ふわふわのテンピュールみたいな脂肪みたいなのがあって、その上にシーツがパーンと張ってる状態。これを立てた時にね、これがパーンと筋肉が張ってて、要するにマットレスがパーンと張ってて、テンピュールがパーンと張ってて、まあ低反発のマットレスがパーンと張ってて、その上にシーツがこういうふうにあったら、パーンと張ってるわけですよね。これが中がギューッと縮んでくるから、これが垂れて、これが中が縮むから、縮んでくるから、この脂肪が垂れて、皮膚も垂れてって感じになってる。で、人間の場合も一緒で、これを緩めましょう。そして、表面の表情筋も緩めましょう。そして、シーツをパンと張らして、シーツじゃなくて、このマットレス、薄いマットレスですね、ブニュブニュの、自分で立つことができないマットレスをパンと張って、その上のシーツを張らなきゃいけない。我々の上皮っていうのは 0.1 ミリしかない。真皮でも1ミリですね。上皮で 0.1 ミリ。なんですね。こんな薄いものをみんな貼ったら、整形した人たちがシワシワにパーンと貼ってるんだけど、シワシワになるように、すごく不自然になるようにそうなってしまうということで、みんな間違ってるのはここの中のせいぜいね、これをね、こう下から上に引き上げたところでこう落ちてくるんですね。こういうふうに落ちてくるんですね。でこれもこうしたら当然落ちてくるし、シワになっちゃう。で、僕らは下にこう撫でるんだけど、せいぜい上下じゃんって話ですよ。上下にこうやって引っ張ってあげれば、上で止めてあげれば、リフトアップするということですね。ね、いいことですね。で、まず、本来は中の筋肉を緩めてからなんですけども、側頭筋が一番上を持ちます。ね。で、ここからシューッといって、顎の下で止めます。そして1,2,3ですよね。で、こっちからシューって止めて、この裏側で止めて1,2,3。で、ここからシューッと止めて1,2,3ですね。ここからピューッと止めて1,2,3。そしてまたここの後傾筋がありますから、ここの後傾筋を集めたいと、ごめんね。シュー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 。まあ、こうピッ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 ってやると、こっちがギュッと顔幅もこう狭くなりますし、肌も張りますし、リフトアップもするわけです。目も上がるし、眉も上がるし、上下で、またここもこう引っ
リリースするわけですね。後頸筋とかこういうものが ずっとリリースすると肌もなく、これだけでも筋肉少しずつ緩んでる。本来はリンパケアやって耳たぶ回しやって中の筋肉をしっかり緩めてからになるんですね。こういうふうにグッと上がるわけですね。わかりますね。みんな下から上にやったってこう降りてくるだけなんだ。こんなことを一生懸命やってるわけですよ。でも多少こうピロピロピロってやると少しは筋肉緩むんですけども、上下に筋肉をリリースしてあげればここのラインもね、ここのへこみもなくなる、ここの後方骨も上がる、ここのたるみもなくなる。で、触ってもらっても、ちょっと触ってもらっていいですか、パンと張ってる。で、こっちもふにゃふにゃになってる。で、手離すときにどうなるかっていうと、離すとそのまんまになるということですね。で、自分で触ってもらってもパンと張ってる。全然違いますね。ということですね。で、これは、これを最初にやっても効果はあるんですけども、本来は中の咀嚼筋をこうやって揺らしたりして、ちゃんと緩めてから、こういう、要するに中のマットレスをパンと広げてから、広げてからパンと張ってるやつを、シーツを上から上下にリリース、引っ張って、シーツをパーンと張っていきましょうっていうのが、サトシキリンパケアのスーパーリフトアップの考え方になります。本当に基本に戻って、もっと基本は中の筋肉をいかに緩めるかという形になります。はい、どうもありがとうございます。半分だけですけども。はい、では失礼いたします。